時刻は8時を回っております。 79.7MHz FM ギノワのスタジオからモーニング8生放送でお届けいたします。改めまして皆さんおはようございます。月曜日担当がね小前子お届けします。今日も10時までですね生放送でございますので、最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。さあ今日ちょっとパタパタしてますね。なんか絵本も準備してなかったって言って、新聞もちょっと全部できてないっていう感じなんですけれども、ちょっと今日ね一日パタパタな感じになりそうだな、週の初めなんですけれどもね。皆さんどうですか？いつも通りできてます？月曜日って肝心じゃない？週の初めの朝1、私ねモーニング8にかかってるね、いつもモーニング8が結構いい感じでこう進められた週はまあまあなんか何も問題なくいけるんですけど、ちょっとパタパタしてこう気が焦ってねしまってるので、ちょっと落ち着かせながらやっていこうと思っておりますよ。皆さんもね、今日からまたお仕事の方もいらっしゃると思いますが、元気いっぱいやっていきましょうね。ではメッセージテーマを発表したいと思います。今日のメッセージテーマは最近気になることでお待ちしております。最近気になっていることありますか？なんか思い返してみてからね、はい、あればぜひメッセージをいただきたいなと思うんですけれども、リクエスト曲、今日のリクエスト曲は1985年の曲を皆さんから募集しております。80年から始まりましたね。毎週か1980年、81年、82年っていう感じで皆さんからいろんな曲をねリクエスト曲募集してるんですけれども、やっぱ80年代の曲っていいですね。これもいいけどこの曲もかけたいし、この曲リクエストしてくれないかなとかさ、いろいろこう思いながら今回も選びました。一番なんかリクエスト曲でありそうなのをあえて選んじゃったのでまあ私はオープニングをね、オープニングの曲はいつも私が選んでるんですけど、そのオープニングの曲も1985年でお届け、ぜひリクエスト曲もよろしくお願いします。@fmギノワン.com 79@fmギノワン.com でお待ちしております。メッセージテーマは気になっていることですよ。そしてリクエスト曲は1985年の曲でお待ちしております。FM ギノワンではですね YouTube で動画を生配信しておりまして、また、ツイキャスの方でも動画を配信しております。で YouTube はコメント載せることできないんですけど、なんか打っても私たちのところで見ることできないんですけど、ツイキャスからはコメントを見ることができまして、でそのツイキャスはね FM ギノワンっていう風に検索していただければホームページでも出てきます。FM ギノワンのなので、そちらからねぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますよ。よろしくお願いします。では私の選んだチョイスした曲選ぼうとした私が選んだ曲で中森明菜で飾りじゃないのに涙はお届けいたします。ゆきさんがぐるぐるしてるからなんか交通情報うまく開けたら、お天気と交通情報言っていいですか？はい、開いてなかったらツイキャス呼びます。はい、はい、できるかな。事故かな。ね、何ですかね。その
根元が黒いよね。その黒いのなんだろう、この南側。なんでですかね。なんか理由がありそうな髪型だね。うん、事故？けどでもすごい、いろんなところが。故障車。故障車？中ブロックパーキングエリア。あ、上り。なるほど。故障車が。こういう時って、こういう時って。南インターチェンジで50キロ規制されてます、うん、故障車が出てるからってことですかね。先頭が故障車だからそうだろうね。あ、中城パーキングエリアで故障車が出てて、その影響で沖縄南インターチェンジから西原インターチェンジまで50キロの規制がされてます、うんうん、OK です、ありがとうございます。声が小さい。今も？声が小さい。はい、どうぞ。どうですか？聞こえます？今も。マジか。ルンルン。聞こえた。めっちゃあれなんですよ、短いんですよ、うん、だから時間いっぱい余るかもしれないです。ジノンインフォメーションが2つか3つあるんで、あ、OK です。2つ丸してるんですけど、うん、1個歌詞募集のやつ前、あのマチュニコソングの歌詞募集のやつ前やってます、うんうんうん、あれをもう一回どうかな。あ、OK です。あります、その用紙。あ、後でじゃあまとめたやつをいただきます。似てる？似てないでしょ、絶対。何を言ってる？Weather report, traffic light. さあ、時刻は8時9分を回りました。 79.7MHz FM ギノワンのスタジオから沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えしていきます。まずは今日のお天気からですね。9月28日月曜日です。今日のお天気、曇り、ところにより雨となっております。風は北の風、波は 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴います。降水確率ですが、お昼までが 30%、お昼から夜にかけては 20% です。日中の最高気温が28度となっておりますよ。まだまだちょっとね、暑い感じではあるんですけど、朝と夜がちょっとね、ひんやりしてきて、少しね、体調崩しそうだなって私思っていてですね、最近。ちょうど、なんかね、気持ちがこう、あ、暑いからって薄着したまま寝ちゃったりとか、羽織るものをね、持っていかないで出て、夜ね、また寒いって思いをしたりとか、いや、ちょっと、あ、体調大丈夫かなって気遣う場面が多くなってきたんですけれども、皆さんもね、体調管理はしっかりよろしくお願いいたします。続いて道路交通情報です。まずは沖縄自動車道からお伝えしていきます。
ただいまですね、沖縄道上り中城パーキングエリアで故障車が出ています。でその影響でだと思うんですが、沖縄道上り沖縄南インターチェンジから西原インターチェンジにかけて50キロの規制がされております。渋滞もね、あるみたいなので皆さん引き続き安全運転をお願いいたします。続いて一般道の情報です。国道58号線南行きです。宜野湾市伊佐交差点で一部渋滞が発生しております。同じく国道58号線南行き、宜野湾市大山からですね浦添市の牧港にかけて渋滞が発生しております。県道34号線前原交差点から大城交差点にかけて渋滞が発生しています。そして宜野湾市と浦添市の境にある公営でも一部渋滞、あと宜野湾市の金子交差点でもですね、県道330号線なんですけど、国道330号なんですけれども、こちらでも今渋滞が発生してますね。であとですね、浦添市、大平インターですね、こちらも一部渋滞混雑発生しております。アハチャ交差点でも渋滞発生してます。皆さん安全運転をよろしくお願いします。多分急ぐと思うこの時間帯なんですけれどもね、気持ちが焦ってね、運転もちょっと荒くやっちゃったりとか、今日私運転しながらすごい細い道でもうスピード超出してる車とすれ違ったんですけど、もうめちゃくちゃ怖くて子供たちが飛び出したりとか、まあ、通学の時間だったのでね、時間帯だったのでちょっとね、こう怖いなと思いながらも、安全運転をね、よろしくお願いいたします。以上、この時間は沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えいたしました。さあそれではツイキャスのコメントを紹介していこうと思うんですけれども、今日もゆきさんが一瞬だけツイキャスをつけたら2人かなね、もうすぐコメントをしていただいたんですけど、ムクさんとひふみさんから来てましたね、おはようございます。そして石ころさんからは10点かっこ仮おはもっこり何かっこ仮、どういう意味でしょうか。どうでもいいと選手権のこと、こんな早く来たの初めてだ。そして沖縄大好きさん、おはようございます。埼玉の郷さん、まよちゃん、おはようございます。そして中野さん、石ころさん、花そうそうそん、花そうそうそんや、そうこの時期いつもなんですけど、風邪じゃないんだけど、私鼻ね、鼻炎蓄膿持ってて、ずっと鼻こうやってすすってるんですけどね、もう朝は特になんですよ、もういつも毎朝聞こえちゃいましたね。そしてくにちゃんからもおはよう。琉球のチェイェオンさんおはようございます。そして埼玉の郷さんからは、月曜日は気持ちだけが焦るよって、なんか確かにそうね、うまくいってもこうなんかちょっと焦ってる感じあるかもしれない。チョップさんからもおはまーよー、の月曜日お願いします。そしてムクさん、昨日は二日酔いで死んでました、今朝はすっきりです。1985年、生まれてない。あ、ムクさん生まれてないんだ。私ムクさんの年齢じゃ分かんないや、もっと上の方だと思ってました、勝手にでもね、リクエスト曲ね、お願いします。そうそう、声に落ちてとかも好きなんですよ、大好きなんですよ、リクエスト曲お待ちしてますねそしてシュプリームさん、まーよゆきさん、おはようございます。武蔵さんからも、まーよゆきさん、リスナーの皆さん、おはようございます。昨晩本日のメッセージテーマ、気になっていることにまつわるメッセージを送信しましたよ、ありがとうございます。そしてレニーさんからも、ハモーニング。チョップーさん、髪結んでるからかな、顔がシュッとしてる、目もいつもとなんか違う、綺麗だよ、歌ったりしない、した歌ったりしたからかなって来てましたありがとうございます。今日ちょっとね、もう髪の毛がさ、ゴワゴワしてるから上に上げちゃってよ、今日久しぶりに、久しぶりのポニーテールしました。そして他に来ていたのが、ソニカさん、おはようございます。今週もガンバ沖縄、
アンドロイドより、アンドロイドより送信名前いそうだね、アンドロイド、かっこいい。え、そしてナルテナさん、おはまよう、お借りきて、ワン、トロンボンさん、おはよう。他にはですね、あ、ん？ YouTube は生放送流れてなかった？今日？あれ、ちょっと調べてみますか。あ、なるほど、失礼しました。じゃあ私先ほど YouTube で生配信してるって言ったけど、ちょっと不調らしいです。でも録画はされてるみたいです。そしてなぎすけさん、おはまーよということで来てましたね、ありがとうございます。今日のメッセージテーマが最近気になっていることなのでね、私一つあるんですけど、あのね、いつもここの FM 宜野湾から職場に行く途中に通るパイプライン、宜野湾市のね、このパイプラインにハマーとかその高級車とかを修理してる会社があるんですよ、修理工場があるんですけど、いつも珍しい車が止まってるので、この、工場の前通るのすごく好きなんですけど、そこにね、車を、中古の車を売ってたりもするんですが、約300万ぐらいのハマーが2台並んでたんですよ、ずっと真っ黒のね、まあ私白が好きなんですけど、でもハマーはもう何色でも大好きなので、黒色の300万ぐらいするハマーが並んでたんですけど、1ヶ月ぐらい前からかな、1、2ヶ月急に消えちゃって、あれ狙ってたんだよね、いつか買いたいなって買えるかどうかも分かんないくせに、絶対あれマヨが買うと思いながらいつも見てて、消えちゃったんだよ、どこに行ったかすごく気になってます。買われたのかな、どこに行ったのかな、なんか中古車フェアとかに出されてるのかなとかさ、いろいろ考えたんだけど、あとハマーの中古車フェアとかあったら行きたいなと思うんですけど、誰か情報知りません？ぜひ知ってる方いたら教えてくださいねさあ皆さんから引き続き最近気になってることにまつわるメッセージをお待ちしております。そしてリクエスト曲は1985年の曲をお待ちしておりますよ。ナルトラさんから買われたんでしょうって来てますね買われたのかな、メールアドレスをお伝えします。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com でお待ちしております。ではここで一曲お届けするんですけど、ゆきさん読み方がわからない、レオシュプリームさんからの、シュプリームさんからのリクエスト曲ですREO スピードワゴンで Can't Fight This Feeling をお届けいたしますハマーの自転車あるんですか、ハマーから出てる自転車って。ありそうだけど、じゃあそれでもいいかも。そうでいいよ、ちょっと最初たまに最初それ乗ってやたらかっこいい自転車そうそうそう、ああ山内さん確かに去年も一昨年も誕生日プレゼントあげるよねって言ってもらってない、今年もまだなんで、多分そうですね、3年分のプレゼントをハマーでしてくれるのかなみんな言ってて、山内さんがラジオしてる時、マユがハマー待ってたよって言っ てくださいね。 YouTube ね、一応配信してるんですけど、生配信でもねされてないっていうか不調なんですよね、だから録画してて、それを後からアップはするようにしてるんですけど、アップはされてるけどってことか。今いつも生配信してるのが見えてないみたいな。ああ、そっか。アップサイド、毎回勝手にアップサイド情報でマヤが勝手にそこの話したの、マヤの個人スポンサーでハマープレゼントしてくれるってこと。ああそう、自分で買えようって感じだよね最高、勝手に宣伝しておいてすごいよね、私宣伝してますからみたいな、うん、そうね、だからちょうだいみたいな、やりたい。でも何情報を話ししよう、かっこいい車が今日は止まってたよみたいな話しかできないかも。それがいいんじゃないですか、いいんですか、うん、みんな見に行って興味あるから、純粋な客目線30秒か
から1分ぐらいのじゃあコーナーを勝手にアップサイド情報はいいですね。ロマの自転車あるよ、文字がかっこいい、マヨならおしゃれになるよ、ね、ハマジだ、ハマジテって言ったら自転車って出てきた。あ、かっこいいけど、かっこいい、あ、これハマ感ありますね。いや、こうやってハマはハマ、本当に黄色か、あ、これいいな。まあ、今日 YouTube 不調だから分かんないんですけど、今、最近からYouTube のサムネイルを別で写真撮るのやってて、でもいいです。いいですよ。どんな人ですか？くりぬくんで背景は関係ないんですけど。どんな人あれですか？なんかちょっと普通にちょっと外してもらって、え、あ、じゃあまた後でいいですよ。なんか絵本の画像なしてやりたい。うんうん、ハマーカフェ、何それ、え、何それ、ちょっと待って、青葉の横丁って読むんですか。うん、ハマーカフェ、何それ、え、何何何、あっ、ちょっと待って、今なんか写真が見えた。あ、でもリムジンか、ハマーの、ハマーのリムジンには惹かれないんだけど、あ、かっこいいね、でもね、あ、いいな、行きたい。でもこれパリピしか行けない雰囲気じゃない。あ、こういうバスとか最高くないですか。かわいい、かわいい、かっこいい、かわいいし、かっこいい、超かっこいいんだけど、本当になんでこんなにハマーってさ、かっこいいのって思う。ね、水着のお姉ちゃん4人にさ、ちょっと色黒の男の人がこうやってる写真とか超パリピじゃん、びっくりした。あ、伊佐岡弘さん、もしかして違うかな、伊佐岡だけかな。市民の頑張って地元の海に潜る活動を実施しており、8月12日に市のホームページなどで受付を開始すると、翌日13日に定員50人に達する人気ぶりです。9月まで初心者で潜れるダイビング講習を実施しており、参加者は10月から参考を植え付けます。会員制交流サイトなどで情報発信して、宜野湾の海を PR しているとのことです。気になった方は調べてみてください。モーニングエイ、さあ、慌てました。今日は何の日のコーナーです。わ、BGM、あ、これなんだっけ。と思って。ツイキャス読む気満々だった。失礼いたしました。ですね。では、まずは沖縄手帳からね、紹介していこうと思います。9月28日月曜日です。今日は旧暦の8月12日となっております。潮の満ち引きですが、満潮が夕方5時54分、干潮は朝11時24分、そして夜の11時43分となっております。1959年の今日、琉球セメントが設立したそうですよ。
他に今日は、あ、そっか、28日だからだ。今日はね、鶏の日です。多分まだやってたらケンタッキー安くなる日じゃなかったかな今日ね。ケンタッキーいつもマック渋滞とか見るけど、ケンタッキーもこの日は渋滞するんですよね。食べたいね。そして今日の誕生花はハゲイトウ。誕生花はひらがなですね。ハゲイトウというお花です。そして花言葉が情愛、情けにラブの愛って書いて情愛ですね。以上、今日は何の日のコーナーをお届けいたしました。さあ、それではツイキャスのコメントなんですけど、先ほどの私のハマーの話からですね、ムクさん、黒のハマー、山内さんが買ってプレゼントしてくれるとかっていう、ねえ、嬉しい。ちょっと期待して待っておこうかなって思ったんですけど、そう、山内さんなんか前に誕生日プレゼントあげるよねって毎年言ってくれるんですよ。で、多分3年ぐらい連続で言ってくれてるんですね。で、1回目は覚えてない、あ、覚えてないっていうか、何をプレゼントしてくれるっていう約束はしてないんですけど、プレゼントするよねって言ってて、翌年はサーティワンのアイスクリーム券を5000円分プレゼントするねって言って、まだもらってなくて、そう、今年もなんかちょっとサプライズだったかな、なんかお祝いするよねみたいなツイッターでね、来てたんですけど、ね、あんな誰でも見れるようなツイッターのコメント欄に書いたのに何にもなかったので、多分黒のハンマー来ますね。まだちょっと融通聞くんだったら白にしててくださいっていうちょっとお願いをしとこうかな。山内さん聞いてますように、届いてますように。そしてチョップさん、ハマーの自転車あるらしいですよ。文字がかっこよくて、マーヨならおしゃれになるよってことで調べました。さっきかっこよかったです。まあ、3万弱ですね。なんかハマーの自転車3万弱すごく安く聞こえない？あ、いいかもって思っちゃったんですけど、これだったら毎日自転車乗る。雨降ってても風吹いてても絶対自転車乗るって思った。すごくかっこよかったです。皆さんも見てみてくださいね。そしてひふみさん、そのハマーが売ってるお店、あっちアップサイドって言うんだよ。毎回勝手にアップサイド情報ってマイオが勝手にそこの話したな、マイオの個人スポンサーになってくれるかもよ、かっこ笑いってことで来てましたね。アップサイドか、覚えやすい。ちょっとやってみようかな今度から。私いつも見るんですよ、だからそこも欠かさず。あのね、いつもパイプラインは裏側になるんですけど、ちょっと工場の入り口が見えて、でゴーパチ側はあのなんか車の販売とかしてるのかな、なんか高級車が結構並んでる。いや、いいですよ、あれ。気になった方ゴーパチ側から見てぐるって回れるので、今度基地の入り口のところ、パイプラインに行くところね、ぐるって左に信号曲がったら今度そのまま左折して見てみて、めっちゃかっこいい車ある。今はね、まだあれかな、ハマーのあのあれ、グレーとカーキ色の間みたいな色が止まってます。多分修理に出されてると思うんだけど、いや、かっこいいなって思って見てましたよ。もう最高です、ハマー。そしてシュプリームさん、リクエスト曲ありがとうございます。そういえば品川区の青物横丁駅の近くにハマーカフェがあるよってことで、私このコメントさっき読んで気になってね、調べたんですよ。ハマーのリムジンがいっぱいだった。あとなんか、なんだろう、外国みたいな感じで、なんかバスが止まってたりとか、プールにね、プールの中でなんかお酒を飲んでるようなパリッピの女の子たちが映ってたんですけど、いや、私にはちょっと違うかなって思いながらも、ハマーだけをこう拝みに行きたいなって思いましたね。いや、いい情報。ちょっと気になった方、ぜひ調べてみてください。そしてイサオさん、おはようございます。そしてムクさん、ニワトリさん、受難の日だ。そうね、受難の日。いや、でも美味しいんだよケンタッキーが。はあ、食べたい。私ね、あれ好きなの、なんだっけ、チキンラップじゃなくて、なんだっけ、ナンみたいにこう挟まれてるやつ、わかる？野菜と一緒に骨
骨なしのあのチキンが挟まってるやつ、あれ大好きなんですけど名前が思い出せない。言おうとすると名前出てこないよね。何だったかな。あ、ツイスターだ、ツイスター。ツイスターのペッパーマヨの味が好きなんですよ。野菜たっぷりだしお腹も結構満たされる。あー、ケンタッキー行きたくなってきた。え、そしてやっぱり伊佐尾さんって伊佐尾かひろさんかな。マヨさん美人だよ、今日の前髪良きですよ、今日の洋服良きありがとうございます。そしてなぎすけさん、たまりにたまってるからあるかも、たまりにたまってるからあるかもプレゼントだからさ、これちょっと期待しとこうかなと思うんですけど、うん、楽しみですね。なんかもう私もらえる気満々なので今ニヤニヤしてます。石ころさん、あ、ツイスター、そうそうそう、ツイスターで名前にマヨも入ってるからね、ペッパーマヨ。だ、頼むときちょっと恥ずかしいんですよ、勝手に意識して別に相手は私の名前マヨって知らないのに、なんか、あ、味はペッパーマヨでみたいな。照り焼きチキンとかたまにシーザーとかも出るんですけど、絶対私ペッパーマヨが好きで言うとき一人で意識してます恥ずかしいねこんな話ね。あ、では皆さん、引き続きツイキャスのコメントもよろしくお願いします。メッセージテーマは最近気になってることでお待ちしておりますよ。さあ、それではマヨのフェイバリットソングズオンマンデーのコーナーに行きたいと思います。今月はセプテンバーっていうね、あの言葉のつく、まあ、タイトルを、いろいろ曲を紹介していこうと思うんですけど、まあ、あっという間に4週目来ちゃいました。最後にお届けしたい、ね、最終日にお届けしたいのが愛子さんのセプテンバーっていう曲なんですけれどもね、この愛子さんの曲ってこう高い声で伸びがあって、すごくこう聞いてたら酔いしれる、なんだろう、いい気持ちにこうさせてくれるようなね歌声なんですけれども、で、あ、セプテンバーっていう曲も歌ってたんだと思って、私この曲は知らなかったんですよ。でこうずっとね聞いていく中で、やっぱりね、なんだろう、9月って切ないのかなって思ってきちゃって、こう夏から秋に変わる季節だからなのか、こう切ない感じの歌詞が多いような気がしました。で今回お届けするセプテンバーも恋愛の曲で、すごく切ないんですよ。でこうなんだろうな、なんだかちょっと私の中ではですよ、秋色な感じは確かにするような曲です。で、まあ、失恋の歌だよね。またこの歌詞に沿って愛子さんのこの伸びのある高い歌声、これがより一層こう胸をギューッとさせられるような感覚になったんですけれども、ぜひですねそちらの方も皆さん気にかけながら聞いていただきたいなと思っております。ではお届けします、愛子でセプテンバー。その話どうでもいいとで高得点取るさ、言わなければよかったね今そっか、あ、悔しいっていうことは皆さんさっきどうでもいいと思いながら聞いてたってこと、うん、私のマヨっていうこの気にしてるんだよの話あ、 ありがとうございます。ツイキャスってこう書くんだ、うん、それをツイキャスにあげても意味ないんだけどねちょっと呼んでいただければマヨが、はい、YouTube ライブ部長のため FM ギノアのホームページからツイキャス、ツイ
キャスティング、ツイキャスをご覧ください。ツイートキャスティングって書いてるやつ、マヨだけに。そうだわけよ、意識するわけよ、しない？私だけ？それが来てたんで今。あ、本当だ。じゃあね。カーブボイさんどこから聞いてくれてるんだろう、大丈夫かな。あ、でもそっか、あ、それだったらリスンラジオも言ってもらってる。確かにリスンラジオもホームページから行けるし、どうやって行くんでしたっけ。リスラジからなんか九州沖縄を検索して、FM ギノワンって検索されてくるんですか。変わってるんだよね、うん、私なんかリスラジが不調でしょっちゅう聞けなくなっちゃう。 あ、そうなんだ。うん、アプリが、まあ、私だけかな、あんまりそういう話聞かないから分かんないけど、うん、あ、選曲ってとこ押して前と変わってるな。あ、そうなんですね。選曲ってとこ押したらもうあのラジオの一覧になるから、沖縄だからザーって下まで行ってもらって、うん、あの一番下までスクロールしたら FM 機能が出てくるんで、選曲ってやって、うん、そしたらもう一覧が、ラジオの一覧が出てくるんで、これとにかく沖縄最後だから。ああ、都道府県別でこう並んでる感じ。うん、あ、そうなんだ、うん、選曲の一番下。あ、リスラジ調子歩いてみんな行ってる。あ、そうなの。あ、そうなんだ。まあでもちょっと行ってみよう、もしね聞ける人がいるかもしれない、わかんないけど。流れてるよ、ちゃんと、うん、流れてる、よかった。聞ける人、場所によるのかな、場所。あ、Wi-Fi ね、今日月末だから。あ、そっか、とかね、それもあるけど。そうだ、皆さん、大丈夫ですか。まだギガ残ってますか。どういう曲だろう、聞いたことあるかな。市民らが見て地元の海に潜る活動を実施しており、8月12日に市ホームページなどで受付を開始すると、翌日13日には定員50人がする人気ぶりです。9月まで初心者が潜れるようダイビング講習を実施しております。参加者は10月から参加です。会員制交流サイトなどで情報発信して、沖縄の海を PR。 リスラジ広告が出て、その後流れないことがあるんだ。あ、広告が出てくるんだ。広告を一回消さないといけないよね。うん、キノワン市のどこに載ってるの。
SDGs。 SDGs。 これまとめてないんですけど、かいつまんで大丈夫です。一回言ってるんで。あ、ナルトの賛美歌余裕。さあ、それではツイキャスのコメントとかをね、ご紹介していこうと思うんですけど、その前に、カープボーイさんからね、あのコメントメッセージが来ておりました。カープボーイです。 YouTube で見つけられないです。助けてくださいってことでコメント来てたんですね。で、ちょっと今 YouTube が不調なんですよ。 YouTube ライブ生配信が不調のため、あの FM ギノワのホームページからはツイキャスがね、動画でこうまた見ることができるので、ツイキャスをわざわざこうダウンロードしたりしなくてもツイキャスを流してます、ホームページで。なのでぜひあの FM ギノワンで検索していただいて動画をこう流れてきますのでね、ぜひ音声と映像を楽しんでいただければと思うんですが、もう一つリスラジもやっています。やってるんです。リスラジで選曲っていうところで、一番下までこうスクロールすると FM ギノワンが出てくるみたいです。沖縄県一番ね、南一番下なので下まで下がらないとないみたいですね。で、FM ギノワンを選んで聞いていただきたいんですけれども、まあ、リスラジたまにね、こう不調だーっていうことで聞けない方もいらっしゃるみたいなので、ぜひ聞けたらで大丈夫です。聞けたらね、そちらの方からも楽しんでいただければと思います。リスナージは曲が流せるんですよね。聴ける。うん、リクエスト曲とかも全然聴けるので、ツイキャスは聴くことができないのでね。ちょっとそこはあれなんですけど。ぜひリスナージも試してみてください。ひふみさんは自分は毎回開けんから、毎回アップルストアからダウンロードしてたよっていうことだったり、あと、ナルトナさん。リスラージは選曲すると一旦広告が表示されるけど、その後に番組が流れないことがあったりするよってことで、ちょっとね、こういう不調が続くみたいです。あ、ムクさんは曲はリスラージで聴いてますだって。ああ、いいね、いいね。曲はここ。で、曲流れてない時はツイキャスみたいな感じなのかな。ぜひ、使い分けてでも、どちらかね、片方だけでもよろしいので、聞いていただければと思います。試してみてください。では、メッセージを紹介しますよ。カープボーイさんから。パタパタマヨちゃん、ゆきちゃん、リスナーの皆さんおはようございます。カープボーイです。ありがとうございます。今日のテーマ、今気になることといえば、やっぱり先週のシルバーウィークの時の何これ、感染者、あ、コロナのことか、コロナウイルスの感染者でしょうか。なんか相当に、家を逃げ回っていったみたいだから、ちょっと気になります。たくさん感染者がいない、出ていないといいけどってことで来てましたね。だからね、でも20人だっけ昨日県内。なんかね、やっぱりこう連休続くとね、出ちゃうよね。私も気になってました。で、気になってるんだけど怖くて、こうなんだろう、見たくないよねニュースを。まあ、何人出たってこう聞くのは大切なのかなと思うんですけどね、気になりつつも怖いなーって思います。カープボーイさんありがとうございました。あとリクエスト曲来てますね。
1985年の曲、一切全く覚えていない、多分この曲でしょうかってことで、この頃かなって、矢沢永吉のトラベリンバス、70年代だったかな、わからんけど、できてましたね、ありがとうございます。70年代だったみたい。あ、違うよ、あれだよね、今日カーブボーイさん、先週おにゃんこクラブの話してたから、今日だよ、カーブボーイさん、またリクエスト曲ちょうだい。あのおにゃんこクラブが1985年にデビューしたらしいので、もうほらほらもう書き放題お待ちしてますよ、ありがとうございました。では、ここで一曲ですね、お届けしたいと思います。ナルトランさんからのリクエスト曲、スターシップシスコアロックシティをお届けいたします。ちょっと曲かけるまでツーキャスのコメント、和弘さん、かわいい、まいおはようございます、来てますね、ありがとうございます。なぎすけさん、ツーキャスはオフトークが楽しい。あ、そうか、オフトークも聞こえるんだもんね、ツーキャスね。だからさ、じゃあこれね、最初の頃気づかんくって、いろいろあーだこうだ喋ってしまってたわけですよ。もう悪いこととか何も言ってないんだけど、なんていうの、ターマーだったからミキサーが、もうターマーは年齢が私と1個しか変わらないから、もういろんな話してましたねあれから気をつけるようにしてますではお届けします、ナルトラさんからのリクエスト曲、スターシップシスコアロックシティをお届けいたします。みたいね、アップルウォッチ、私の知り合い何人か持ってるんですけど、うん、超上等です ね便利、みんないいって言うよね、便利らしいです。ただベルトが切れやすいのか、そう、壊れてたりするのも見るから、なんかベルトだけ売ってるみたいなんですけど、うん、ね、なんかちょっとね、でも欲しい、着信来ても分かるし、熱とかも測ってくれるんだっけ、今のなんか今日の気分とかあるみたい。右毛なで型なのかな、七右ばっかり下がる。あー、表示されない絵文字、チャップンさんのこれ表示されてる、表示されてるのと、私しめじ大好きなんですよ、使ってますよ。チョップさんのさっきのプレゼントのプレゼントマークも出てるし、いや今のところ多分出てる。もしさ表示されなかったらさ、なんか四角にバッテンとかってつきそうだよね、なんかあるじゃん、名前わかんないけど、なんか絵文字で四角の中にバッテン、わかる？ああいうの出てないからチョップさん大丈夫な気がする、見れてるきっと。
しめじ使ってますか皆さん。うんうん、わかりました、ありがとうございます。しめじ超いいよね。私 iPhone にした時からずっと使ってるよ。なんか可愛い絵文字もさ、顔文字もいっぱいあるし。あれはいい。あとキーボードのなんかあの文字の形とか背景とか、こうやった時の文字選ぶ時の水たまりみたいな模様水たまりじゃない、ハートになるとかなんかあるの、音も出るの、キーボードピアノとかドラムとか。私シャボンなんですよ、シャボン玉出るかな今、あとちょっと聞かせたいな、文字言ったらね。あ、シャボン玉じゃない、今これにしたんだ。あ、かわいい。そう、これで、え、音ってどうやってやるんだっけ。前はね、シャボン玉みたいな音してたからみんなに見られた、恥ずかしかった。どうだったかな。あ、バブルだ、バブル聞こえるかな、聞こえます。かわいい。外でピコ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 ってさ、みんなに見られて恥ずかしかったから、そう変えたんだ。いいよいいよ、聞こえたかな。ちなみにやってみて。ちなみに私は倖田來未です。キーボードの写真背景。さあ、それではメッセージ紹介します。マヨユキさん、おはようございます。あなたのハートに倍返し、半分寝起きです。今ここだけ見て、そうジングル待ちしてたからちょっと笑えてきちゃって、ちょっと笑いがこらえられなかった。読みながら笑っちゃいました。半分寝起きです。テーマ、最近気になること。スマホは iPhone、 タブレットはミンティアと iPad、パソコンは MacBook Pro、 ヘッドホンも Apple の子会社のこれ Beats かなというミーハーな Apple ユーザーなんだけど、 Apple Watch だけはバッテリーの稼働時間が短いので、いまいち購買意欲にかけていたんだよね。でも先日 Apple Store に行ったら、新しい Apple Watch が展示されていて、魔が差して買いそうになったけど、年内には新しい iPhone も出るし、あ、出るんだまた、出るし、時計はつけないので、ひとまず踏みとどまったけど、気になってモヤモヤしているんだよね。マユは欲しいものがある場合、とりあえず買う人、それとも考えて考えて買うか買わないか決める人って来てました。スプリームさんでしたね、ありがとうございます。半分寝起きさん、ありがとうございました。私か、私は昔はあれだった、もうすぐ買う人だった、とりあえず買う人。でもちょっとこういろいろ考えるようになってからかな、お店にね 3,4 回ぐらい行くわけよ。こう連日じゃないよ、週に1回とか来月に行ってみるとか、期間を置いて 2,3 回行って、それでも商品が買われてなかったら運命だと思って買う人です。そうなんだよね。でも欲しいよね、欲しくてこう買うか買わないかこう決めてる時って、わかる、気になってモヤモヤする。私新しい iPhone ちょっと気になるな、どうなんだろう、
私もね時計いくつか持ってるんですけど、こうゴツゴツなのもギラギラなのもちょっと女の子みたいな感じのも持ってるんですけど、最近つけなくなっちゃった。でもアップルウォッチ友達がさ何人か持ってる人がいてすごく便利なんですよね。着信あったら教えてくれるよね確か。まあ、ここで電話は時計では取れないけど、なんていう遠くにさ携帯置いといて時計に表示されるのよ、電話ですとか LINE 来てますとか。いやそれは便利だなって思いましたね。あー私も気になってきた。後でちょっとこれも検索してみます。シュプリームさんありがとうございました。ではここで一つ、お知らせです。まちにこソング歌詞募集中のお知らせです。街でにっこり挨拶声かけ運動ということで、こちらですね住民同士が気軽に声を掛け合い助け合うことのできる地域づくりを目的とした運動となっております。まちにこソングを通して人と人との輪を広げましょう。まあ、条件がありますよ。この歌詞をね送れる方、まず町でにっこり挨拶声かけ運動をテーマに誰にでも親しまれるような明るくて心地よい歌詞を募集しております。そして皆さんの思いや好きな言葉を自由な発想で歌詞にしてください。また文字数に制限はなく形式や原稿用紙も自由となっております。応募資格は宜野湾市在住または在勤在学の方になっております。年齢は問いません。募集期間は今月1日から始まってます。そしてあさってまでですね9月30日までとなっております。応募方法はメールか郵送のいずれかでご応募ください。お問い合わせ先だけお伝えしますね。宜野湾市社会福祉協議会までよろしくお願いします。電話番号は 098-892-6525 098-892-6525 までよろしくお願いします。そちらでねメールアドレスだったりあと郵送の宛先とかも聞いてみてください。以上まちにこソング歌詞募集中のお知らせでした。さあ皆さん引き続きメッセージまだまだね募集しておりますよ。今日のメッセージテーマは最近気になることです。リクエスト曲は1985年の曲でお待ちしております。モーニング8 10時までの生放送です。最後までお付き合いよろしくお願いします。大丈夫ですカードの紹介カード紹介するって言われて大丈夫大丈夫、私カード他のもあるしちょっとカードはね最近ちょっと使わないようにしてます。急に私カード使いたいって言ってないのにいける、本当に面白いですよね本当にもうこんにちはの次がそれって長年シュプリームさん時計つけない、つけてないんだよね。いないよね確かに。みやちゃんおはようございます。月曜日だけが日曜日の SDGs を結びつけ解決を目指す取り組みを学校ぐるみでスタートさせています。遠慮だと思うどうしよう遠慮じゃないんだけどな。え、何か買ってくれるんだったらいいですよ。別に私はカードはいらないです、大丈夫ですお金出すのかね。あ、バッテンさんが分割払いで楽楽だから代わりに買ってあげるよってこともうそうやって受け止めるよ。いけるな本当に。
時刻は9時を回りました。 79.7MHz FM ギノワのスタジオからモーニング8生放送でお届けしております。9時台は皆さんから届いているメッセージ引き続き紹介していきます。またニュース新聞からね紹介するコーナーだったり絵本の読み聞かせをする言葉の森のコーナーもあります。またギノワン市の情報をお伝えするジノンインフォメーションのコーナーも盛りだくさんでありますので、10時までねお付き合いどうぞよろしくお願いします。YouTube どうだったかな皆さんね、特にカープボーイさん気になるんですけど、 YouTube はもう見れないのでぜひですね FM ギノワンのホームページからねチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。やってみてくださいね。ではまずはニュースを今日の新聞から紹介していきます。この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたします。まずは沖縄タイムスの教育面からです。沖縄タイムスはですね9月27日日曜日の記事からお伝えしていきます。地域課題の解決を目指す県立宜野湾高校が地域の課題と持続可能な開発目標である SDGs を結びつけ解決を目指す取り組みを学校ぐるみでスタートさせています。2022年度からの高校の学習指導要領に盛り込まれており、総合的な探究の時間の一環で、従来の総合的な学習の時間より主体的で深い学びが狙いです。担当する与座教諭は、主眼は各生徒の興味・関心を深掘りし、地域や SDGs 達成のために生徒自身ができるプロジェクトを立ち上げることと意欲を見せております。続いて琉球新報の市町村面からです。この記事は今日ですね9月28日月曜日の記事からお伝えします。障害者相談委託を宜野湾市に要望書。障害者らの相談に応じる宜野湾市の相談支援事業に関し、市内にある福祉事業所の有志が14日に市役所を訪れ、これまで相談支援を担ってきた事業所と早期に業務委託を締結することなどを要望しました。市はこれまでの2つの事業所に委託してきましたが、契約方法変更などで本年度は契約が不成立になり、市の職員らが直営で相談事業を担っていました。一方、市の職員らの対応などが不十分として現場の不満が高まっています。14日は福祉サービスの利用計画などを作成する事業所の有志代表として知念さんが松川市長に要望書を手渡しました。要望書では、障害を持つ方々にサービスを利用してもらうため地域や民間事業所のネットワークが不可欠だと訴えており、脳性麻痺の障害がある子がいる、母親からは委託相談事業所がいてくれないと私たちの生活はどうなるのと不安の声も上がっています。要望書は市内20の事業所が賛同しています。続いて琉球新報の市町村面、同じく市町村面からです。地域の魅力再発見。沖縄を観光立県にしている要因は色とりどりのサンゴや魚などが生息する海の存在が大きいですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で観光客は激減し、海周辺から例年のにぎわいが消えました。そこで宜野湾市や本部町が地方創生臨時交付金を活用して考えた施策は、地元住民が普段体験しないマリンレジャーなどを通して魅力を再発見し、情報発信や環境保全に取り組んでもらう事業です。宜野湾市は市民らが無料で地元の海に潜る活動を実施しており、8月12日に市のホームページなどで受付を開始すると、翌日13日には定員50人に達しする人気ぶりでした。9月まで初心者でも潜れるようダイビング講習を実施しております。参加者は10月からサンゴを植え付けする予定です。会員制交流サイトなどで情報発信して宜野湾の海を PR するそうです。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたしました。
Traffic Line。さあ、この時間は沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えしていきます。まずは沖縄地方のお天気からです。今日9月28日のお天気、曇り、ところにより雨となっております。風は北の風、波は 1.5 メートルのち2メートルうねりを伴います。降水確率ですが、お昼までが 30%、 お昼から夜にかけては 20% です。そして日中の最高気温が28度となっております。さっきまだちょっと暑かったんですけれどもね、なんかこう外を見ていると涼しい気分になります。あの曇り空ではあるんですけど、なんだろう、秋模様というかね、えなんかね、もう秋にどんどん近づいてきてますけれども、皆さんの水分補給も忘れずによろしくお願いしますね。続いて道路交通情報です。まずは沖縄自動車道からお伝えしていきます。沖縄道下り許田インターチェンジ付近では工事のため第一走行が規制されております。また沖縄道上りと下りどちらもですね、沖縄北インターチェンジ付近では工事のため第一走行が規制されています。そして沖縄道上り山里バスステーション付近、こちらも工事のため規制されてます。先ほどね、あの事故車、あ、間違えた、故障車があって、あの50キロのね規制されてたんですけれども、それはあの解除されてるみたいです。渋滞のマークとか今もないので、ただね、スピードは出しすぎないように、高速道路お使いになる方も一般道路お使いになる方も同じです。安全点お願いします。続いて一般道の情報です。一般道も先ほどねすごいたくさん渋滞と混雑が見られたんですが、解消されてて、一箇所だけ浦添市の大平で一部渋滞が発生してます。その他はスムーズに流れております。引き続き安全点よろしくお願いします。以上、この時間は沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えいたしました。もう何回聞くのこの話え、そんな気になる、そんなあー笑わせさ、本当にもう、あーそうだ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 、ゆきさん、タヌキって読むのかキツネって読むのかわからないの。キツネかな。どういうこと。キツネかな。あれ？キツネ？キツネ。ありがとうございます。こうだよね、こっちの。こう？獣編だよね。うん。キツネ。タヌキはあれだ、里。あ、はい、あ。なんかタヌキは多分一発で読めるけど、この感じになったらどっちかわかんない。可愛くないですか、森のキツネって名前。作者、あーかわいい、ね、森の狐、ね、ハゲイトウのこと、ハゲイトウってなんか変な、ちょっと変な発音してたけど、あ、花、うん、ケイトウの歯のやつね、ハゲイトウ、あ、なんですか、どうやって読むんですか、ハゲイトウだけど、ハゲ別に大丈夫、間違ってはないです。私も躊躇したんですよ、読むのなんかね、気になる人がいるかなと思ったら、ちょっと気あのだったんですけど、声が伝わった感じ、あ、伝わっちゃった、やばいやばい、もっと自信持って読めばよかった。さあ、それではメッセージを紹介していきますよ。この方いきましょう。ヘイヘイヘイ、マーヨーユッキーに皆さん、今日もどこかでごくんちょ、ひふみです。あだ名です。ラジオネームでもあります。して、最近気になること。
ないな。いや、新型コロナウイルスとか芸能界のこととか気になるっちゃ気になるけど、そこまででもない。強いて言えば、そろそろ前タイヤと後ろタイヤ交換しないとなとは思う。あ、それから朝晩涼しくなってそろそろ長ズボンの準備しないといけんけど、半年以上タンスに寝かせていたら畳じわとか、もしかしたらタンスカバーしてたら一回洗わんとかなって気になるさ。ありがとうございました。冷やみ勝ち東北首里城すべての被災地ということで、そうですよね。私、あ、でも私ね、今使ってるタンスとクローゼット、私この洋服の量がねひどいんですよ。もう何箇所使ってるかな、 1,2,3 クローゼットは3つで、あの引き出しのタンスが5,6,7,8,9 9個使ってる。引くでしょ、めっちゃ引くぐらい洋服がバーンってあって、でもこれ冬物と夏物一緒にしてるからではあるんですけど、だからかな、最近ちっちゃい時はタンスの匂いとか気になったんですが、今も一緒のところにこう分けて入れてるので、開け閉めは毎回してたりするし、なんかねあんまりタンスの匂いがするっていうのはなくなりましたね。ちっちゃい時は子供ながらに気になってはいました。前タイヤと後ろタイヤ交換か、やっぱりこれってあれですね、私は思ったことがない。どういうタイミングで変えるんですか、前タイヤと後ろタイヤ交換、前と後ろを交換する、それ新しいのをどっちも入れるってことなのかな。私、あ、でも車のことあるや、一個マフラーがずっと音鳴ってる、今ガタ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 してブレーキ踏んだらなんか振動でかな、あ、振動じゃない、ブレーキ踏んだらすごい言うんですよ、ガタ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 ちょっと気になってますけどね、なかなかこう直しに店に行けてなくて、車のことはちょっと怖いですよねありがとうございました。ではもう一つだけ、ごめんなさい、紹介させてくださいね。どうしよっかな、変えちゃおっかな、うーん、ということで、マヨニユキさん、今週も元気におはもっこりしころです。今から会議があるから早めにメールってるぜ。お、ありがとうございます。気になってるのは我がスマホよ。最近おじいちゃん化してるのか、めっちゃ反応が遅い上に通知してくれんわけよ。そしてしばらくするとバババババって LINE やらメールやらお知らせが大量に届くからデイジしかます。もう買い替えしないといけんかね。マヨニユキさんのお持ちの携帯は元気はつらつねってことで来てました。ありがとうございます。なるほどね、だから帰っちゃおっかなってことか。いや、変えた方がいいんじゃない。なんか修理代もさ、 iPhone でも Android でもなんかね修理代結構かかっちゃったりするから、どうせだったら買い替えた方がいいですよっていうね、店員さんからのアドバイスもあったりとかあると思うんですけど、なんか大事なこう LINE とかメールだったら大変じゃない。電話はちゃんと鳴るのかな、どうなんだろう。私だったら修理に1回出させて、まあ見せて結構かかりそうだったら変えます。変えた方がいいんじゃないかなって思うけど、まあ、仕事で使ってるんだったらなおさらだと思いますよありがとうございました。さあ皆さん、引き続きメッセージ募集しております。今日のメッセージテーマ、最近気になっていること、何かありますかね。ぜひお待ちしておりますので、メッセージよろしくお願いします。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com でお待ちしております。リクエスト曲もお待ちしておりますよ。今日のリクエスト曲は1985年の曲でお待ちしております。ここで一曲、ひふみさんからのリクエスト曲、ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースでパワー・オブ・ラブお届けいたします。聞いたことある。ローテーション、あー、こうやって、へー、後で読もうと。ハフーポンタさん、ありがとうございます。彼氏が古くなったら新しく変えたらあかんよ。どういう意味？スプリームさんはどうなのか。どういう意味？
車を変えるってことですか。タイヤを変えるようにね、彼氏とっかえふっかえしないように。シベリウさんが言うなって。前輪後輪と前タイヤだけが減るから前後入れ替える。ただし前後のタイヤが同じサイズが条件。あ、まあそうそうそうよね。タイヤって前タイヤが減るのは早いから、前タイヤの山が減ったら前後入れ替えした方がいい。タイヤなんか見たことない。私もですどうなんだ。空気抜けてても気づかない、うん、でも空気入れたら分かる。お、乗り心地違うって思うけど、うん、見方がよく分かんないの。右がなで方レジ。職場の人から電話来てちゃう、うん、彼氏のローテーションしちゃダメよ。ローテーションってさ、じゃあまた戻るってこと、その前の彼氏に。ま、それはない。それは大丈夫です。給油所で月2回くらいタイヤにエア入れているよ。自分でタイヤの入れ方とか覚えないといけないな。ね。皆さんどの頻度でやってるんですか、タイヤ交換と空気入れ。参考にしたい。セルフでばっかり入れるからな。セルフ、私もセルフで入れてます。急なの給油車のわかります？こっち？ユニオンとかの？あの辺にある。そうそう、ユニオンとかもあって。うんうんうん。そこの人。めっちゃまつげがふさふさなのが男の人、うん、あ、そうそう、あの人昔からお父さんもふさふさですよ。うれしい、羨ましい。あ、かわいい目してますよね。ちょっとあれですよね、あのヤンキー上がりっぽいお兄ちゃんですよね。そうなんだけど、まつげがふっさふさ。そう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 。そして太陽がめっちゃいいっていう。私あっち好きです。やっぱりみんな気づいてるんです。ゆきりゆきさん、まつげ見てられないと。確かに羨ましい。もう男の人まつげ薄さの人多い、うん、女の人こそ欲しいと思う、ね、うん。コーナー行きますか。はい、あ、これコーナー行きます。コーナーって何なの。あ、リノン。あ、OK です。ジノンインフォメーションのコーナーに参りたいと思います。今日はですね、司法宜野湾の健康と福祉の面からですね、お伝えしていこうと思いますよ。まず一つ目なんですけれども、令和2年度敬老祝い金記念品について、宜野湾市では毎年長寿をお祝いし、敬老の祝いとして100歳以上の方々、また東勝鹿島屋を迎える方々にお祝い金と記念品を贈呈しています。記念品は市内各種店舗でご利用いただける敬老祝いお買い物券を差し上げているそうです。本年度の敬老祝いに該当される方々には郵送にてご案内をお送りしています。ご案内を受け取られましたら記載内容に従ってお手続きをお願いしますとのことです。まず東勝ベージュ88のお祝いの方はですね、昭和8年1月26日から昭和9年2月13日生まれの方が対象となってます。そして鹿島屋97歳のお祝い、対象13年2月5日から対象14年1月23日生まれの方が対象です。そして100歳のお祝い、高齢祝い、対象9年3月31日以前に生まれた方から、対象10年3月31日生まれの方となっておりますのでね、
これいいですね。楽しみですよね。いやー、素晴らしいことです。ちょっとお問い合わせ先もお伝えするので、何かこう、詳しいこととか、尋ねたい方は、介護長寿課までご連絡お願いします。まずは代表番号からお伝えします。代表番号が 098-893-4411。098-893-4411 です。そして、介護長寿課は内線172。172172でよろしくお願いします。さあ、そして令和3年度宜野湾市放課後児童クラブ員の募集です。対象児童は市内に在住し小学校に通っている児童で、保護者の労働疾病等により昼間家庭において適切な保護を受けられない子ども児童が対象です。そして時間帯なんですけれども、小学校の下校時間から夕方6時までとなっております。ただし送迎はなしです。ありません。そして小学校の、夏休みとか冬休み、あと春休みの時期ですね、8時半から夕方6時までとなっております。定員が大山児童センターが22人、ガネコ児童センター23人、大蛇名児童センターが25人、アラグスク児童センターは22人、あと永田児童館は25人となっております。利用料は1人につき毎月ですね、月額5000円となっております。申し込み用紙配布されてます。また受付期間もですね、同じく10月から11月となっております。ホームページからね、お知らせ、詳細がお知らせされてるそうなんですけれども、またちょっとね、詳しい内容を聞きたいって方は、それぞれの児童センターの番号をお伝えしますので、対象となる児童センター児童館にお問い合わせください。まずは大山児童センターから。大山児童センターの電話番号は 098-890-0015、 098-890-0015。 ガネコ児童センターは098-897-6767、 098-897-6767。 大蛇名児童センターは 098-897-4117、 098-897-4117。 アラグスク児童センターは 098-892-8888、 098-892-8888 が4つですね。そして永田児童館は 098-892-3330、 098-892-3330 までよろしくお願いします。以上、ジノンインフォメーションのコーナーでした。あいこさん、おはよう。俺ら東京さ行くだ。あ、1985年なんだ。へえ、よし行くぞがセルフリメイクしたつがる。それありますんで。え、これ何ですか、つがるバージョンみたいな感じ。あ、タイトルがつがる。あ、つがる。あ、これってあれですか、俺さ、俺ら、おらおらおら東京さ行くだのタイトルの自分でリメイクしてるやつのタイトルが津軽。へえ、聞いてみたい。花粉ポンタさん、ありがとうございます。本からですか。ツイキャスのコメントも結構読みたいので後で紹介していきますね。皆さん、今日の絵本は短いです。かわいいんだよタイトル。僕には好きな人がいますっていうタイトルなんです。絵がさ、かわいいわけ。見せていい？塗る絵、見えないね。この子が混乱してる。
津軽弁はわからないと思う。へえ。あ、津軽弁？おら東京さ行くだ。知らなかった。言葉の森のコーナーやっていきましょうね。今日は絵本紹介する絵本がね、可愛いんですよ。タイトルが僕には好きな人がいますっていうタイトルです。今日もちょっとあの携帯のアプリの方からね、絵本を探しまして紹介していこうかなと思うんですけど、ちょっと短めのお話になります。すごいなんかね、キュンとなる素敵なお話です。森の狐さんが書いた絵本、僕には好きな人がいます。始まり始まり。僕には好きな人がいます。とってもとっても好きです。でもどうやって気持ちを伝えたらいいかわかりません。みんなはどうやって気持ちを伝えるんだろう。ポチは好きな人をペロペロ舐めます。タマは好きな人に甘えた声を出します。ゾウは鼻を絡めます。チンパンジーは毛づくろいをします。鳥は歌を歌います。ホタルは光ってみせます。コウタくんはプレゼントをあげます。ドッくんはいじめます。お姉ちゃんは手紙を書きます。お母さんは愛してると言います。お父さんはチュッとします。大切の仕方はいろいろで、みんなそれぞれいろんな方法で伝える。あなたが好きで大切だということを。僕にも大切にできるかな。ちゃんと伝えられるかな。変な顔をしてみた。君はクスッと笑った。おしまい、ね、ちょっとあっという間だったんですけどね。今日の絵本は僕には好きな人がいますってことです。皆さんはどうやって伝えますかね。なんかね、ドッくんはいじめますってあったんですけど、わかる？いるよね。好きなのにさ、好きって言えんくっていじめちゃう人、大人になって思いますよね、きっとね。いや、でもなんかもうキュンとなりました。ね、ちょっと皆さんの好きの伝え方もいつかまた教えてくださいね。以上、言葉の森のコーナーでした。さあ、シュプリームさんからもね、コメント来てますね。あー、キュンキュンするってことで、ねえ、なんかこう、すごく、なんだろうな、難しい話とか、あー、なるほどなーっていうね、そういう内容じゃないんだけど、こうなんだろう、ごく普通に日常に溢れている、みんなが誰しも経験したことがある、こう、好きとか、大切って思う気持ちを、こうね、なんか分かりやすく書いてくれてる絵本で、いや、私ももうこの絵本お気に入りになりました。私だったらどんなするかなって。前にほら、告白っていうのがこうできないって言ったんですけど、できないから、じゃあ私って何してるんだろうって、だからやっぱ思ったら目の前から逃げちゃうんですよねこうじゃいけんなって思いましたね。こう目の前からこう逃げず、うん、ちゃんと伝えられたり、あの行為をね、こう示すことっていうのは大事だなって思いましたけれども、他にちょっとツイキャスで来てるコメントがあって読んでおきたいんですけど、先ほどタイヤの前と後ろほら交換するっていうメッセージがねあったんですが、まずなげすけさんから、タイヤの溝が減ってきたら交換だよってことで、これはなんかちょっと聞いたことありますね。変えるタイミングかな。そして、カフーポンタさんからローテーション。そう、ローテーションでちょっと私も気づいたんです。ひふみさん、タイヤって前タイヤが減るのは早いから前タイヤの山が減ったら、前後入れ替えした方がいいよ。タイヤのローテーションって言うよってことで、ね、前がこう減るのが早いのは分からなかったです。シュプリームさんからも、前輪、後輪、
稼働だと、前タイヤだけが減るから前後を入れ替えるんだよ。ただし前後のタイヤが同じサイズなのが条件だよってことでね。だからこう全部さ4つ一緒に回ってて4つ一緒にこう止まってると思ってたから一緒に減るもんだと思ってたんですけど、そうじゃないみたいね。でもなんかありがたいね、お金が4つ分かからないってことでしょ。2つ買い替えればいいってことだもんね、後ろを前に持ってきて。いや、よくできてるよね車って。ってちょっと感心しました。あとひふみさん、給油所で月2回くらいタイヤにエアー入れてるよってことでしたよ。タイヤのね空気もあんまり私気にしたことがなかったんですけど、気づいたらこう空気漏れしてるとかあったりするので、ちょっとこうタイヤの空気の入れ方だったり見方、空気減ってるな、もしかしたらね、なんか減り具合が早かったらパンクじゃないけどどっかから空気が抜けてるのかなとかさ、自分の車だけはそうやってちょっとチェックできるようになりたいなって思います。うん。そしてあ、なんだろう、スプリームさん、牢屋坊という中国の歴史ドラマに聖妃という皇帝の奥さん役の女優さんがユキさんにそっくりで気になってる。え、何これ後で調べよう、番組中に調べてみますね。そしてエコさんからおはようってことで来てますね、コメントありがとうございます。ひふみさん、買い替えない、前と後ろを交換するだけ。そういうこと、もう、ま、交換だけ。あー、前は捨てて後ろを入れて後ろにタイヤを新しくつけるじゃなくて、あ、交換か。でどっちも溝がなくなったら4つ買えるってこと。意味を、結局じゃあ4つ分お金出るんだ理解して文句を言うっていうね、失礼いたしました。あ、エコさんからはもう何だろう、 FF 車って何ですか、普通車。何ですか、ユキさん詳しそう、マイクで喋ってユキさん、マイクで喋って。え、何 FF 車、普通車、なんて言うのか分かんない。5000キロ走ったら前後のタイヤ入れ替えした方がいいよってことでした。あ、目安としてはじゃあ5000キロ。あ、ありがとうございます。ね、こうちょっと数字だと見やすいですね。分かりやすい。ありがとうございます。石ころさん、ただいまもっこりということで帰ってきましたね。お帰りなさい。では、一曲ちょっとお届けしたいと思います。カフーポントさんから来てました。1985年のリクエスト曲。オラ、東京サイグダ。吉幾三がセルフリメイクした津軽をお願いしますということで、吉幾三で津軽お届けいたします。フロントホックどういう意味、前輪駆動って。前輪駆動って何ですか。前のなんか前のタイヤの力で動く、多分よみんないや、だから FF だったらそうなんだけど、 FF 車っていうのがあるってこと。そうそう、あ、ほら、前輪駆動的。え、なんで前輪駆動って、ちょっと勉強するそれってかっこいい。前輪駆動だから前が減りやすいっていうことじゃん。エンジンが前にあるか後ろにあるかだって。エンジンが前にあるか後ろにあるか、フロントエンジン、フロント稼働。やばい、なんて言ってるのみんな。普通はフロントじゃないんですか。あ、普通はそうです。だから前がよく出る。あ、じゃああまり気にしないでいいの。どういう意味。多分、うんうん、みんな教えてくれてるけど、ちょっと待って、あんまり伝わってない。みんななんか冗談とかも混ざり混ざりの、ね、もうやめて本当に。ちょっと待って前読んのも FF 車、前輪駆動、むず、適当です。フロントファブリックの略、あ、これは適当、読まなくていいね、じゃあこれちょっと待って、ちゃんとしたことを伝えたいと思ったから、ちょっと待って、何が当たってるの。それは FHあ、どういう意味？フロントエンジン、フロント稼働、前輪駆動、フロントホック、前をのくではもうエンジンが前にあるか後ろにあるか、まあ、どっちからが本当なのかわかんないんですけど。そしてこの曲かっこいいね。
ラップみたい。かわいいね、このなんか津軽弁だからかな、かわいく聞こえる。面白い歌。富士ファブリック、富士ファブリック、あ、ちょ待って、さっきのさあれ調べたい、老野望製品。出てくるかな。製品、製品、じゃない、あの製品、製品ならいる。静かと静かと、お妃様の、あの静か、妃ね、どの手が出てくるんだろう。なんなん、どうやって調べたらその人の写真が出てくるの。待って、ゆきさん集めて、ちょっと斜め下、あ、似てるかも、あ、似てる、角度によってみて、あ、その人が下向いてるから、似てる似てる、そんな綺麗な、うん、でもなんか中国系の顔だとは思う、自分で、あのね、目元と鼻が超似てるかもしれない、あ、似てる似てる、喋れば喋れ、喋られる。津軽、面白かったですね。なんかあの津軽弁、なんかすごいおじさんが歌ってるのにおじさん声なのに可愛く聞こえましたね。あー、いいな、津軽弁って面白いな。ねえ、なぎすけさん、字幕がないと津軽弁わからないと思うっても来てましたね。さっきの FF 社、みんながちょっと教えてくれてるんですけど、何が本当かよく分かってない状況で、ね、なぎすけさんはまずエンジンが前にあるか後ろにあるかの違いらしい。で、普通の車はエンジンは前にあるだよね。で、エコさんかな、マヨの車も、FF 車前輪駆動。そしてこの辺から上をみんなよくわからないんだけど、当たってんのかな、待ってよ、違う、これはナルトラさんが突っ込んでるから多分違くて、カフーポンタさん FF 前輪駆動だよ、シュプリームさん FF フロントエンジンフロント稼働って意味、そして多分こっちも適当だ、適当って言ってるから嘘だと思うので、むずっ。ひふみさん、アクセル踏んだ時 FF 車は前タイヤが回って、その勢いで後ろのタイヤは回転するだけ。じゃあ後ろのタイヤってあんまり仕事してないってことですか、意味ない。あー、じゃあ前二つでも走れる、あ、違うか、引きずることな、むずむずはぁ、それは違うか。他に来てるのがシュプリームさん、 FR 前エンジン後輪駆動、 RR 後ろエンジン後輪駆動、 MR 前より後ろエンジン、前よりの後ろエンジン後輪駆動などもあるよ。あー、混乱してきた混乱した、ひふみさん、みんなの FF 車の話聞けやだってみんな適当でだったから、ナルトラさんと石ころさんとひふみさんは読まなかった、なんかちょっとよくわかんない会話してるので来週のテーマ FF で大喜利して遊ぼうぜってことでやりません
そしてなぎすけさん、昔は三輪自動車ってあったよ。へえ、前タイヤがもしかして一つ、後ろは支えるだけってこと。四輪駆動モール、みんなが走り出すってことじゃ。危ないね。よく分かんなくなってきましたけど、何が正解なの。よく、もう力が出るってことですか。そうなんだ。なんかみんな一斉に走りそうじゃない。なんかイメージよ、前の2つだけがこうリーダーだったらいいけど、後ろもワンカランワンカランしてきそうな気がします。むずいな。なぎすけさん、そうミゼットって名前ってことで、もう待って、わからんくなってきたから。何、ひふみさんフルタイム 4WD はぁ、どういう意味。フルタイム、フルで回転してる 4W、 4つのタイヤ、むずい。もう全然わかんないからメッセージいきます。あ、そうだった、忘れてた、コーナーですね。そういえば、じゃあ待って、何の話しようとしたか忘れちゃったけど、あのコーナー行きましょう。さあ、どうでもいいと選手権のコーナーが始まりました。この時間はですね、あのパーソナリティがどうでもいい話をして皆さんに点数をつけていただくっていうコーナーになっております。どうでもいい話ほど高得点をお願いしてるんですけど、10点満点でお願いします。で、どうでもよくなければ0点に近い方で、1点、2点、3点、4点とかその辺で全然 OK なのでね、ぜひお願いしますね。これってちなみにまだあれやってるんですか、なんか点数を毎週出してるんですか、今も。あ、やってるんだ。なんか1回目なんか商品があるって言ってカイラが撮ったんですよね。そう、そのことすっかり忘れて今思い出したんですけど、前終わりと1位だって。やった。嬉しいのか嬉しくないのか、そう、微妙なんですけど、まあまあまあ、なんかこう月曜日から金曜日まで競ってるので、ぜひ点数ねつけていただければと思います。ツイキャスとメールからも点数お待ちしてますのでね、ぜひご参加よろしくお願いします。マヨにとって FF 社の話はどうでもいい、100点って正解。では始めます。いつもモーニングエイトの時ってこう車で来て、車で化粧して、ね、2階の方に上がっていくんですけど、スタジオにね、今日は家で化粧してきました。どうだ、どう。まだ来ない点数。ツイキャスはあれか、時間差が7点。お、来た、7点、バッテンさんからさすが9点。さすがんり、デジ失礼、琉球のチェ・イェオンさん8点、ありがとうございます。チャンペンさん久しぶりに、マジでどうでもいい9点、5点。ナルトロさん8点、なぎすけさん8点、沖縄大好きさん、ふむふむ、車の中でお化粧ふむふむ、違う違う違う、そこじゃない、そこじゃない、乙女なので9点。うん、9点、エコさんから、お、京都、高得点じゃない？よし。なんかね、不調続きだったので嬉しいですね。引き続き、まあコーナーはこの時間で終わりなんですけど、引き続き点数ね、お待ちしております。カフーボンドさん9点。そしてシュプリームさん、なぜ家で化粧しないのかが逆に気になる9点。気になっちゃった。時間ないからいつも運転、信号待ちで眉毛描いたりとか、そう、もう家で化粧して時間ないわけよ。まあまあ、それこそどうでもいいと思うんですけど。いつかそういう話もなんかね、テーマ絡みにできたらなと思います。以上、どうでもいいと選手権のコーナーでした。この時間にね、話すことじゃないよね、なんで家でやらないかってね。まあやらないんですけどね。今度なんかテーマにしよう、うまーく絡めて。ありがとうございます皆さん。ではメッセージも紹介していきますよ。この方いきますね。
最近気になることということで、マーヨユキさんおはようございます。マーヨ他局ですが昨日はお疲れ様でした。そしてユキさんリモートエイサーの出演本当にお疲れ様です。視聴してたの視聴してたものより企画者そして、関係者の皆さんとても素敵な時間ありがとうございましたってことです。嬉しいねこういうことね。このメッセージはかりゆしさんですね。絵文字となんか文章ですぐわかる最近さてさて最近気になることいっぱいあるよ。最近総理大臣変わったさ、それで携帯料金を下げるって言ってるけどどこまで下がるのかが気になるし、下げたはいいけど下げた分他の税金上がったら何の意味もないしどうなることやら。そうよね、私携帯下がってイエーイって思ってたんですけど税金が上がるかもしれないのか。あれよね、10月からお酒上がりますよね。お酒の酒税って言うんですか、お酒の税ね。今のうちをみんな買っとって。お酒って賞味期限あるんですか、どうなんだろう。なかったらね大量にもう爆買いしといてください。そしてあと最近気になってること、あなたよあなた、確かに昨日マーヨの番組にメールしました。マーヨの言う通りあのメールは僕ですよ。なんでわかった。そしてマーヨが見るたんびにどん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 可愛くなってるってことかな。一体誰に恋をしているのでしょうか。おじさんそろそろ嫉妬で気が狂って爆発するよもうさおかしやけよカリスさんのこの私の褒め方デジ笑わせ。さてリスナーの皆さん、万葉の満面な笑みに癒され素敵な声に活力をもらい今週1週間も頑張りましょう。大阪の下流市の気になってることでした何通信どうでもいいと選手権、今日もブレることなく10点で先に入れておきます。荷下ろしをしてるかもしれないのでってことで、聞いてもいないのに10点をね下流市さんはくれるんですよ。いつも私の点数低くても4点とかでも可愛いからプラス6点とかって言うわけよもうおかしいさ本当に。ありがとうございましたカリスさん、もう笑う笑う。続いていきますよ。モーニングネーム沖縄大好きさん、今日も元気で元気な声で美人で可愛いマヨさん、そして我らが FM ギノワのお姉様ユキさん、皆様おはようございます。本日の FM ギノワの Facebook を見てマヨさんの写真に胸キュンした沖縄大好きです。え、なんでね、どうした、何かが違かったかな。ハート出てたかなメッセージテーマ、最近気になること考えていたのですが、時々周りは自分のことをどう見てるのかって気になります。今に始まったことではありませんが、そういったことに敏感になります。あー、たまに私も思うかも。私は過去にツイッターで誹謗中傷、これ犯されると言った、脅されると言ったかな、経験があります。そういったことも含めると、また何か言ってるか書かれてるかって気にしたり気にしないようにしつつも、心では気になることも、そのせいで一時期ラジオの見学が行けず、よく見に行っていた番組に行けなくなりました。昔から気になる、いや気にしやすい部分もありますから、そういった話題となると反応します。あともう一つ気になるのは自分の体。昨年の健康診断では引っかかっていたので、今年は体の方も調子はどうなのか気になってます。ありがとうございました。そっか、あれじゃない、なんとなくよ、私まだ沖縄大好きさんと会ったこともないし、もう見たこともないんですけど、沖縄大好きさんってさ、こう気にしやすい部分ってとっても気近いやなのかなって思って、あの気を使う、とってもさ人一倍なんかね、まれっていうか、今の日本人に何人に一人だったかな、結構最近多くなってきてるみたいで、昔よりも周りにね、こう気を使いすぎて周りの目が気になったり心配事が増えたりとか、いろいろね、そういう方たちが増えてきてるっていうのを最近記事で見たんですよ。じゃないかな、もうあんまりもう気にしないで。私最近ね、買った本でね、自分のこの心配事、心配してるうちの9割は心配しなくていいんだよみたいな本があって、実は私もデイジ心配症なんですよ。もうひどいよ、本当にひどいよ。あのね、目の前のことがさ
心配不安ってなったら、その次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 まで想像して心配する人なんですね。あ、もしかしたらこれ次に起こること、こういうこと起こるかもだけで止まらない。そしたらこうなるかも、え、ってことはこうなっちゃうのかなみたいな感じで、もう次の次の次ぐらいまでもう心配して、結構疲れる、そして体に出るわけよ。沖縄大好きさん、無理しないようにね、してくださいね。体にはやっぱりこう脳からね出てるこの指示とかもあるし、心配事とかでこう体ってつながってますからね。うん、不調になるのももしかするとね、そういうのがある、性格が絡んでくるかもしれないんですけど、うん、心配しないで大丈夫大丈夫、沖縄大好きさん大丈夫ですよ。何かあったらね、周りにまたこう言える方がいたらいいんですけど、モーニング8のねメッセージでもいつでもお待ちしておりますのでね。はい、ありがとうございました。さあ続いてのメッセージいきましょう。マヨおはよう部中、雪姫おはよう中、エコザイル出すよ、ありがとうございます。最近気になってること、毎朝のりさんと朝の会議というただの暇つぶしタイムが伸びてえ、デイジーのりさんに言うよすぐ暇つぶしタイムが伸びて、モーニング8を聞く時間が減ってる、あと最近マヨからのチューもらってない、なのでとびっきりの熱いチューもらおうね、じゃあとからや、え、もらってない、私やってますよって、ゆきさんね、ゆきさんエコー係だもん、だって私とゆきさんが同じタイミングでエコー上げるタイミングで私がチュッてやってるから、毎週やってるつもりなんですけど、あれ上げてなかったっけじゃあいきますよはい、これでちょっと5週分ぐらい5週間もやる気ないですね私ねありがとうございます。あ、そっか、ちょっとメッセージもあるので BGM にしていいですかね。1曲ね、おにゃんこクラブの、あ、そっちじゃない、あ、こっちか、あ、沖縄大好きさんからのリクエスト曲、 USA for Africa We are the world。 あ、 We are the world 1985年、そうなんだ、いいね。最後のちょっと BGM にかけながらねメッセージ読んでいこうかなと思うんですけど、タイトル、持ってる傘はさしてよってことで、まあよおはよう、皆さんおはようございます。15番目の男ですよ、チンチロリン。テーマ、最近気になってること、天気だね、突然の雨、局地的な肩ぶい、沖縄あるあるね、沖縄寄りで急に生まれる台風、なんか嫌だな、アグニの家の掃除しに行きたいんだけどさ、1日1便、片道2時間のフェリー、こっちから行けたとしても急な天候不良で戻ってこれないとかさ、大変。代わりのいない仕事だからどうしたもんかねってなことで、計画だけでも立てておこうかな。あ、雨だ、仕事仕事、皆さん安全にね、安心またということでした。ありがとうございます。そうよね、私も離島行きたいなってたまに思うわけよ、この休日があったり連休があったりした時に。でもこの天気が心配で帰ってこれなかったらどうしようってやっぱありますね。見た目そんなに波立ってないのに船出すには危ないとかさ、よくそういうのがあるらしくて、ちょっとね考えますよね。15番目さん、あとタイトルの持ってる傘はさしてよなんですけど、あれでしょ、私が昨日よ外歩いてたわけで、傘絶対雨降るからと思って腕にこの傘引っ掛けたまま歩いてたわけさ。で傘、雨降ってきたよ、そしたら降ってきて、あ、雨降ってる、あ、傘持ってこればよかったって思って。怖いでしょ、傘持って出てきたのって降るかもと思って持ってきたのに、あ、傘持ってくるの忘れたと思って濡れながら歩いて、お店の中入って、なんか床らへん、ね、下見たら腕に傘が引っかかってるから、え？みたいなも何のために持って出たんでしょうね。いやー、びっくりしました15番目さんありがとうございました。さあ、そしてもう一ついきますよ。マヨさん、ゆきさん、リスナーの皆さんおはようございます。ラジオネーム、武蔵です。ということで、最近気になってること、僕の最近気になってること、コロナの影響で行く場所も制限されて、親友や周囲の方たちと会いづらい状況
ていうことで、そう、これも私もそうなんだよ。本当にいつね、コロナウイルス収束、まあ収束はならないのかな、ワクチンがね出るようになるのかなとか、もうね一般の人も早く使いたいですよね、心配です。あとは芸能界のことで気になってるっていうことなんですけど、まあ昨日のニュースもあり、本当にねちょっと悲しい残念なことがいろいろ続いてるんですけれども、本当に皆さんね、それぞれ芸能人だけじゃないですよ、みんながあると思うんですけど、悩み抱えてたり不安になることがあったら、いつでも頼れる人頼って、電話もありますからね、命の電話ね、そちらの方にも電話かけてくださいね、頼ってください、しっかり。ではまた来週もお会いしましょう。お相手はがねこまやでした。それではまた、バイバイ。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。あと1時間ぐらいだからさ、いっぱい喋ったね今日ね。コザの前でガラス暇つぶしタイムだって、気を使うのは大工さんに気を使ってしまうし、豆腐メンタル、そう豆腐メンタル、私も豆腐メンタルなんです。ここにはビールが350ml1 本あたり7円安く、第3のビールが350ml1 本あたり10円高くなる。第3のビールって何？これは島肌からいいけど、あ、ビールだけが高くなるのか。あー、わかるかも、カンパチさん。私も家に置いとこうと思って、おうちさんに全部食べちゃう。これ一応保存してもらうというか、なんか一応こっちも、あ、OK です、録画してるつもりだけど、なんかよくわからん。了解しました。皆さんありがとうございました。また来週ね、バイバイ。あ、これ売ってから切ります。キーボード打ちめっちゃ速くなりまして、私やばいでしょ、低い。おはようございます。そう、職場でさ電話取りながらさ、10名くらいさ電話取ってるからさ、僕が開始でした、やばいの、ここが開始、本当に。ちょっと待って、配信開始をしても全然全然オフラインなんだ。あ、キャリーシさんでメッセージ読んだから後でさ、YouTube 見てね。途中でサーバーが切れました、こんな感じになって、これエンターキーを一応ツイキャスはアップしたんですけど、その他は別に特に